南フロリダにワリコジという場所がある。だけどこんなところじゃないよ。白い雲と青い空だ。今日の商品はグリーン色の例のものだ。聞いたか、ケッケ。グリーンのもの、そいつはドル札に違いないんだよ。ゲンナマだよ、ゲンナマ。現金、現金、現金だよ。わかってるか、お前。うん、どうだかね。さて、ここの海岸にはたくさんの人たちが集まってきている。各マシンはどうやって人々を避けていくのかな。さすが、スプリングでぴょんぴょん跳ねていく作戦のようだな。今日もやっぱりひどい目にあったね、スターター。なんかだるくない、パパ。熱があるのか、それともマシンに酔ったのかな。おや、チョロチョロチーズコンマ6、トップを取った。いいぞ、ケンケン、開けろ。やる。この俺様にかけるんじゃない、ケンケン。このドジめ、このタールで奴らを道に引っつけてやるんだよ。さあ、ブラック魔王のベタベタの罠は成功するのか。さあ、この隙に優勝をいただかせてもらおう。このままじゃ勝てないね。邪魔ないね。さあ、レースはワニ工事に差し掛かった。なんでここをワニ工事って呼ぶの、パパ。さてな、私もわからない。完全に沈んじまったな。どうしたらいいと思う、オギー。大丈夫、水中ヨーパパを使えばね。おい、ここはどこだ。知らないのか。ここは僕の故郷、フロリダのワニ沼地方さ。おや、ブラック魔王また妨害工作かい。いい加減にしたら。やだね、作戦開始といきましょう。このラジコンワニで奴らをケチョンケチョンの目に合わせてやるんだよ。やれやれ。そんなはずじゃ。おっとおっと、コントローラーが。あら、水に浸かって。邪魔ないね。お、俺を狙ってやってきたぞ。ケンケン、お前のせいだぞ。ギャーッ。俺知らない。見ろよ、毒蛇だぞ。大変だ、噛まれないようにしなきゃ。蛇側の靴だったな。いないよ、ピクシー。何かがこっちに近づいてくるよ。きっと靴もたまにはブラブラ散歩に出たいのさ。僕もゴールまでひとっ飛び。ありゃ、本当に飛んでる。そんなバカなことが。わしだ。ああ、わしさん、どうか僕たちを食べないで。ピクチー&デクシー、わしにさらわれた。おや、これはマイアミで有名なオレンジボール水球場だ。ドルフィンズは絶好調。ラムズの方はだらしないね。さて、ここはマイアミビーチ。レースカーがやってきた。海岸の酔っ払いに注意って書いてあるよ。それじゃ十分注意して運転するとしよう。当たっちゃ可能。いよいよゴールは間近。誰が勝ってもおかしくない。なんとかしなくちゃ、ディクシー。こちょこちょ、どうわさ。やめてくれ。やめて。勝てるぞ、ケンケン。優勝だぞ。嬉しい嬉しい嬉しい、ね、おっと、ブラック魔王珍しくトップ。このまま優勝か。なんと、チョロチョロチーズコンマ6の優勝だ。商品はたくさんのグリーンのアボカド。うわーい、アボカドは大好物。さあ食べよう。放て放てってば。この俺様餌じゃないんだ。ケンケン、なんとかしろー。